ッセージもあるんじゃないでしょうかね。はい、バットの先はショートゴロです。村林一塁送球です。2番 DH 森です。初球高く打ち上がった、ライトへ、距離が出ません。ライト落下点です。まだ上空明るさ残っていますが、ここは打ってショートの右、村林一塁送球、スリーアウト。ここは中川圭太です。サードゴロ、二塁送る、フォースアウト、一塁転送、一塁もアウト、ゲッツー。サードゴロ打ち上げたセンターへのフライです。センター辰巳前に出てきます。風もありますがボールをバットの先、タイミング合いませんでした。ファーストゴロです。ブランコキャンバスを踏んでワンアウト、ね、ここは内側のボール、スイングアウトの三振です。両チームのベンチ情報だったのは中島玄也さんですが、三角は高めボール球、バットが出ました。太田三振で3アウト、ランナー1塁に高塚さん。森の打球はライトへ、ほぼ定位置です。サード正面です。鈴木大地ボール取って1塁送球、2アウト。これも差し込まれました、ショートゴロです。村林1塁に送って3アウト、ランナー2アウトの後にしかヒットが出たんですが、村林はショートゴロ。この回も早川0点に抑えます。ここは最後ストレート、バットが出ませんでした。見逃しの三振です。早川今日3つ目の三振バッテワンアウト。やっぱりこうストライク先行、これもスライダー膝元、バットが空を切っています。頓宮三振で2アウト。この回は宗田もう3球勝負遊んできません。最後落として三振です。この回は3者連続三振というバファローズ、まあ、そうですね、はい。そしてアウトコース高めのボール球、ストレート、バットが出ました。ゲームは今日2三振です。ショートゴロは完全に詰まっていました。これもバットの先です。セカンドショートに来てフォースアウト、レフトへ打球伸びていく、レフト下がってフェンスいっぱい、田中追いついています。ここは見逃しの三振です。内側のボール、バットが出ません。2アウト。2人続けて3ボールまで行ったんですが、ね、でもこの最後の球は素晴らしい。打ち上げてライト平凡なフライです。ほぼ定位置、風がありますが奥をボール取っています。3アウト。サードゴロ、鈴木大地ワンアウト。3球目高いバウンド、セカンド一つアウトを取る。飛ぶ方難しいバウンド、よく取って一塁、ツーツー。レフトへ打球上がって、レフト下がっていく、落下点、田中ボールを取ってスリーアウト。ランナー2者残塁、石川レフトフライ、うまく捉えてるんですけどね、